16小宇宙の世界、局部小宇宙群。前の3章においては、我々は銀河系の構造について考えた。その際、折に触れてアンドロメダ星雲、M31 やマジェラン星雲のような恒星の体系、小宇宙が話に上った。今や我々の目的はこれ特別なものから離れて、空間における分布や物理的な形態、内部の性質など小宇宙一般の研究に移りにある。20年ほど前には小宇宙の大部分はそれぞれ互いに遠く離れ、軍団を作っているのはほんのわずかであると一般に考えられていた。この見解は最近数年間に反対の方向に揺れ動いた。現在では小宇宙は軍団に属するのが当たり前の姿であると信じられるようになった。孤立した小宇宙は軍団からたまたま放出された時にだけ起こる。こんなことが時々起こるのである。ビッグ天文台でシーデー・シェーンとシーエー・ワータネンが捜索を行い、ネイマン、スコット、シェーンが解析した結果は、この見解を支持する。我々の属している銀河系も、局部小宇宙群と呼ばれる軍団の一員である。有力な一員としては他に M31、すなわちアンドロメダ大星雲がある。その次に目につく恒星雲は M33 である。これは、三角座にあり、現在では局部小宇宙群は全部で19個の恒星雲が知られている。彼らは直径約100万パーセックの空間を占め、銀河系とアンドロメダ星雲とは軍団の中心に対し反対側にいる。この2つのデカブツのどちらに比べても M33 はかなり小さな体系であり、局部小宇宙群の他の恒星雲の多くは、それよりもさらに貧弱な体系である。M33 以下の小宇宙のうち、高度に明るい星、すなわち時系列上に位置する星や超新星をたくさん含むのは、大マジェラン雲と NGC6822 の2体系だけである。もっとも小マジェラン雲中には明るい星がいくらか存在する。最も貧弱な体系は、たつ座、彫刻室座、母座に見られるような小宇宙で、その全光量は球状星団に比べてそんなに明るくない。後でわかるように、たつ座小宇宙型の貧弱な体系は、多分球状星団を作ったのと同じような操作で作られたものであろう。中間型の小宇宙としては、アンドロメダ星雲に付属する衛星小宇宙がある。その目録上の表示は M32 と NGC205 で、M32 と NGC205 を IC1613 の貧弱の体系と比べていただきたい。後者が極めてまばらな体系であるのに対して、前2者ははるかに密集している。局部小宇宙の小宇宙たちは比較的近距離にあるために、そうして我々の銀河系がその群の中に突入しているために、彼らは全天に散在しているように見える。アンドロメダ星雲のような連中は地球の北半球から見られるが、大小のマジェラン雲のような連中は南半球で見られる。局部小宇宙群に属するかすかな小宇宙が偶然銀河方面に存在したとしても、銀河面に沿って存在する塵に隠されて、おそらく発見されずに残ることであろう。この理由によって、未だに発見されずにいるかすかな小宇宙が、局部小宇宙群にはまだ3つか4つあるかもしれない。さて、局部小宇宙群は束縛された体系であると言うべきであろう。惑星たちが太陽に束縛されて、太陽とともに銀河系の中心の周りに回っているように、局部小宇宙群に属する小宇宙たちは、物理的に絡み合った一本の体系を作っていると考えるべきである。この注意の適切なことは、後になって大宇宙の膨張を考えるようになったときに、もっとはっきりするであろう。局部小宇宙群は膨張しないのである。局部小宇宙群にある物質の全量についても一言申し添えたい。その大部分を占めるのは銀河系と M31 とである。この2つのデカブツだけで、太陽における物質の約4000億倍の物質を占める。しかし、局部小宇宙群が占める空間は極めて大きいので、これほどの多量の物質でも局部小宇宙群内に均等にばらまかれると、その平均密度は水のたった100億分の1の、そのまた100億分の1の、さらにその10億分の6しかない。空間における小宇宙の分布。局部星雲群の外に出ると、続いて小宇宙の別の小軍団がいくつかある。
その将軍団の一つの中では、美しい渦星雲 M81 が特に目立つ。M81 の距離は約250万パーセック。最初の大軍団には距離約1000万パーセックで出会う。本書で推定した距離は通常言われる値より多く、正当派外れである。私がこのような値を採用した理由は19章で述べる。これは乙女座にある大星雲なんで、その中でも特に重要な星雲を M87 乙女座星雲群は見えるだけでも1000個以上の小宇宙を含んでいる。それ以外にも、ロザや彫刻筆座にあるような大気を多数含んでいるのであろうが、あまりにもかすかで見られない。乙女座星雲群は極部小宇宙群とは比較にならぬほど小宇宙を豊富に含んでいるが、大きさではそれほど大きくない。極部小宇宙群の約2倍大きいだけである。乙女座星雲群以縁にも星雲群が多数見られる。後で議論する都合上、そのうちのいくつかについて、はっきり記すことにしよう。髪の毛座小宇宙群の中心部、この星雲群も1000横の星雲を含む。距離が遠くなったので、乙女座星雲群に比べると、軍団の個々の星雲は小さく見えるが、実在はもちろん似たり寄ったりである。この髪の毛座星雲群は、今まで知られている中では最も豊富な星雲群の一つであるが、その距離はどうやら5000万パーセックほどである。この距離は前の章で論じた距離測定後の範囲をはるかに超える。そのような大距離がどのように推定されたかは、後で論ずることにしよう。冠座にある別な特殊軍団は、約1億5000万パーセックという最も遠い距離にある。これよりもっと遠距離になると軍団の数も極めて多くなるので、代表的なものを一つ二つ記すことにする。天文学上の測定に重要な役割を演じた一軍団に、海蛇座の小宇宙群がある。これは、距離は約4億パーセックである。今や距離はあまりにも遠くなったので、小宇宙たちの細部構造は見分けることはできず、輪郭がぼんやりしているか、あるいは丸い形をしていないことを頼りにして見分けなければならない。海蛇座の小宇宙群の小たちでさえ、口径200インチ、5メートルのヘール望遠鏡で撮影できる最遠の星雲ではない。200インチ望遠鏡の威力が及ぶ限界距離付近にある星雲は、小宇宙、一つ一つ見分ける一助に、写真に単線で囲んでおいた。極めて遠くにあるこれらの星雲の数が減っていないことがわかる。実を言うと、細かさの限界に達すると、多くの写真においては銀河系に属する構成より小宇宙の方がたくさん映ってくる。かすかな小宇宙たちはおそらく10億パーセックほどの距離にあると思われる。200インチ望遠鏡では1億個ないし10億個程度の小宇宙が見られる。しかしながら10億パーセック以内にある小宇宙の総数はこれよりずっと多いに違いない。我々は銀河系の属する極部小宇宙群の中に19個の小宇宙たちが発見されていることを知っている。しかし1000万パーセック離れたらそのうちの6個か7個しか見ることができず、10億パーセック離れたらそのうちのたった2つ、すなわち銀河系とアンドロメダ大星雲しか見られない。以上述べたことからそれぞれの軍団には著しい差があることがわかろう。ある軍団は多分大部分の軍団だと思うが、極部小宇宙群のようにどちらかというと貧弱であるが、ある軍団は髪の毛座星雲群のようにものすごく豊富である。
もし我々が神の毛座星雲群の中に住んでいたら、天文学者の生涯はもっと面白いものになっていたに違いない。しかしその場合には、宇宙の平均の状態がどのように見えるかについては、多少誤った感じを得たことであろう。小宇宙の構造、次に小宇宙の形を考えることにしよう。議論の対象と根拠となるのは、ハッブルが考え出した分類体系である。まず、人群が認められないものを分けよう。これらは楕円系列に当てはめられる。全系列を通じて、極直径はほぼ同一であることがわかる。自転の程度が異なるにつれて、赤道直径に差ができるのである。例えば、E0 型の小宇宙も十分に速い自転が与えられたら、伸びて E7 型の小宇宙になる。極直径は1000パーセクほどの長さのものがよくあるが、E7 型の小宇宙にあっては、赤道直径は5000パーセクほどの大きさになることもある。この系列に属する小宇宙を楕円星雲と呼ぶ。アンドロメダ星雲の付属星雲2個は、楕円星雲である。人群を含んでいる小宇宙たちに目を転ずると奇妙な局面に出会う。人は中央部分に発見されることがほとんどなく、いつも平たくされた外側部分だけである。このような小宇宙の中心核をそれだけ取り出すことができたら、系列にピタリと当てはまるであろう。アンドロメダ星雲の中心核はおそらく E3 型の楕円星雲として分類されよう。塵を含む小宇宙たちはどうも2つの部分、すなわち楕円星雲型の中心核と、これに付随する外側円盤部分とからなるように思われる。このような二部星の体系を見ているのだとの感じを抑え込むことが難しい例は、NGC4594 という小宇宙、いわゆるソンブレラ帽子である。この小宇宙の中心核はおよそ E3 型の楕円星雲に相当するであろう。これは、塵が銀盤の一成分であって中心核の成分ではないという重要なことを教える。円盤が中心核の前に立ち塞がるときには、中心核の光は赤道を取り巻く遮光物質の大きな帯によって遮られる。小宇宙が外側に円盤を持っているときには、ほとんど例外なく渦状分子が観測される。NGC4594 のように中心核が極めて大きくて、円盤の比較的小さいときには、この小宇宙は SA 型だという。円盤を持った小宇宙たちは円盤を持たない小宇宙、つまり楕円星雲と区別するために渦星雲と呼ばれる。SA という記号における S は渦、スパイラルの頭文字であり、小文字の A は中心核が実際に著しい事実を示す。渦星雲たちにも系列がある。これは時点で多勢が決まるものではなくて、中心核の著しさといったもので決められる。NGC4594 で代表される SA 型小宇宙は、全く著しい中心核を持っている。もう一つの極端においては、SC 型の小宇宙は広大な円盤と渦分子を持つが、中心核は小さなものだけである。この中心核たちは、光栄ある球状星団と呼ばれる。極部小宇宙群の一員である M33 は、SC 型の SC 型の宇宙の恒例である。単に渦星雲 M51 がある。SB 型と呼ばれる中間型もある。この型では中心核も円盤もともによく発達している。アンドロメダ星雲と M81 は SB 型小宇宙の恒例である。我々の属する銀河系も多分 SB 型だと思われる。NGC4594 や M51 のような小宇宙の写真を見ると、外側全般は中心核から生じたものだとの感を禁ずることは難しい。惑星の誕生の際に論じた磁気作用が棒状に頭に浮かんでくる。あの際には磁気的なねじれ作用によってガス円盤が太陽から吐き出された。
我が銀河系の円盤に強い磁場があることに味方した前哨の議論は、今の場合にも勢力を失わない。渦分子の全現象が磁場の作用に根拠を持つかどうかは、いずれ後で論ずることにしよう。小宇宙を E 型と S 型に分けるこの分類は、実際に観測される小宇宙の大部分に適用されるが、現在発見されているあらゆる小宇宙に当てはまらないことを言っておく必要がある。すでに知っている通り、極部小宇宙群においては、小宇宙の大部分は IC1613 のように極めてかすかな体系である。これらのまばらな体系たちはいかにもかすかなので、小宇宙としては一番数が多い体系であるにしても、我々の極部宇宙群のものしか観測できない。これらの体系は、外見上、中中体系をまだ通るようになっていない貧弱な楕円星雲に見える。次の章では、小宇宙はどれでもある時期にはこれと同様なまばらな状態にあったものが、IC1613 よりも物質がたくさんあってたくさんの構成を持っていた体系では、凝集副作用が起こって、E型や S 型の小宇宙を作り上げたのだとわかるであろう。非常にたくさんあるこれらの貧弱なまばらな体系に加えて、今まで論じてきた分類に乗らない小宇宙の群がまだ2つある。マジュラン音はその一例で、外見はどうも面白くないが、これらの不規則な小宇宙たちは、IC1613 のようなにまばらな定型のない構造でないことは認めなければならない。彼らは塵を含んでいるが、まばらな体系では明らかに含んでいなかった。彼らはまた棒状の特徴のある構造を示す。これによって多くの天文学者は、規則星雲は蒸気の分離の他に来る第二群と関係があるのではないかと想像している。この第二群は SB、大文字の SB の記号で表される。S は渦スパイラルの頭文字で、B は棒状の構造を持つことを示す。SB 型の小宇宙は一般形において S 型の小宇宙といろいろ似ているが、S 型の小宇宙では渦分子が中心核から直接巻き出すのに対して、SB 型の小宇宙では NGC1300 に見られるごとく、渦分子は中心核を貫いて伸びている棒の 両端から巻き始める。S 型小宇宙が SA、小文字の SB、SC に分かれたごとくに、大文字の SB 型小宇宙は、大文字の SBA、SBC、SBA、SBB、SBC に分かれる。この順序は前同様、中心核の重要度が減る順序である。これらの棒渦星雲で極めて奇妙なことは、その中心核内に渦分子がもう一組見られることである。小宇宙の観測された形から引き起こされた問題の中で一番わけのわからないのは、おそらくこれであろう。楕円星雲と渦星雲との違い。ある小宇宙は外側に円盤があって、ある小宇宙にはないというのはなぜだろうか。この疑問を解決する重要な一歩がバーデとシュピッツによって生み出された。彼らが指摘したところによると、小宇宙は時折他の小宇宙と衝突しなければならない。小宇宙たちはお互いに動き回っている。軍団を成している小宇宙たちと軍団の内部で動き回し、互いに衝突するであろう。衝突の結果は最初考えたほど激しいものではない。一小宇宙に属する恒星たちは相手の小宇宙の星たちとぶつからない。恒星間の距離は恒星自身の大きさに比べて極めて大きいからである。その辺にある塵を恒星だとすると、数キロメートルずつ離れて存在するこんな塵を集めたものが小宇宙で、その広がりは地球の体積に等しいほどである。こんな塵の集合体は互いに邪魔せずに通り抜けられることは今でもない。しかしこれらの小宇宙が含んでいるはずのガスに対しては自由に通り抜けられるというのは正しくない。一小宇宙にあるガス雲たちは相手の小宇宙内のガス雲たちと激しく衝突する。その結果ガスは高温になる。実を言うと衝突速度が十分に大きければ温度が素晴らしく高くなってガスのかなりの部分が蒸発して母体たる小宇宙から完全に逃げ去ってしまうに違いない。現実に小宇宙から逃げ去ろうとしているものは、白鳥座の衝突小宇宙である。さて話を楕円星雲と渦星雲に戻すとしよう。すべての小宇宙は生まれた時には、渦星雲に進化する素質を持っていると我々は思う。
彼らは中心核を持つし、残りのガスは外側の円盤になることができる。ところが衝突の結果、進化の方向はいくつかに分かれる。第一に外側の円盤ができない前に衝突してガスを失うかもしれない。この場合には通常の楕円星雲が出来上がる。E0 から E7 までの系列に従うのはそれである。第二に外側の円盤ができてから衝突することもあろう。そのような場合には NGC4594 に似た構造になるか、あんな黒帯ができないものができると思ってよいであろう。ガスが衝突すれば、塵はガスと混在している以上、塵も剥ぎ取られてしまうからである。このような小宇宙をハッブルは S0 型と分類した。バーテとシュピッツァをして小宇宙間の衝突を重視せしめたのは、この S0 型の小宇宙の存在であった。第三としては衝突が全然起こらない場合が考えられる。その場合にはガスが残留して外側円盤が発達し、小宇宙は渦状となる。この考えは観測上からテストできる。衝突が頻繁に起こるところでは、楕円星雲に比べて渦星雲が少ないと考えておいであろう。この推定は観測と合う。髪の毛座星雲群のように小宇宙が密集している群団の中心部には渦星雲の数が少ない。衝突が頻繁に起こっているに違いないのである。密集した群団では外側になるほど水星雲の比率が全く著しく増加する。これも推定と一致する。衝突する確率は、小宇宙が密集している群団の中心部よりも、外側部の方がはるかに少ないからである。宇宙における最大の電波発信機。広い部分にわたってガスを含んでいる小宇宙が2つ、互いに突き抜ければ、衝突したガスの運動はこの上もなく激しいものに違いない。銀河系内で発せられる強い電波の源について、我々の議論がたどり着いた結論を思い起こすと、強い電波源となるためには、ガスの激しい運動が必要であることを思い出していただきたい。衝突した小宇宙からものすごく強い電波が出ると思ってよいであろう。これは観測と一致する。今まで知られたうちで一番強い電波は、白鳥座で衝突している遠い2個の小宇宙から来ているからである。これらの小宇宙は遠いところにあるので、大望遠鏡で見てもかすかな天体に過ぎない。これらの小宇宙が今まで知られた中では最強の電波源だと分かったのは、H.G. スミスの電波観測のおかげであり、バーデとウィンコフスキーの望遠鏡による観測のおかげである。これらの小宇宙から発せられる電波のエネルギーは可視光線のエネルギーよりも大きい。こんなことがあり得るとは数年前までは考えてもみなかった。白鳥座の電波出力は10の32乗キロワットに達する。他にも衝突している宇宙は知られているが、白鳥座の場合ほど極端なものはない。おそらく白鳥座の場合には銀河系アンドロメダ星雲のように特別に大きい渦星雲が正面衝突をしているからであろう。楕円星雲が渦星雲と衝突すれば、後者に含まれるガスは確かに相当程度かき回されて、かなり強い電波源となるであろうが、共に多量のガスを含んでいる2個の渦星雲が衝突した時のほどのことはない。NGC5128 は、おそらく楕円星雲と渦星雲との衝突例であろう。小宇宙の衝突によって起こる電波放射は別にしても、その他の小宇宙からずっと弱い電波が放射される。ちょうど銀河系列で電波が発せられているようなものである。アンドロメダ星雲に観測者がいれば、銀河系から発せられる電波を見つけることができるだろう。それと同じわけで、銀河系内の観測者はアンドロメダ星雲からの電波を見つけることができる。これは実際マンチェスター大学でマンベリ・ブラウンとアザードが最初に実行した。この研究に引き続いてライルがケンブリッジにおいて一頃電波星と呼ばれたものを発見した。これは天空の各所においてそれぞれ独立に電波を出すことが分かった天体である。最初の捜索でそのような電波源が約50個見つかった。真っ先にそれと分かった独立電波源はカニ星雲であって、見極めたのは J.G. ボルトンである。次にアンドロメダ星雲がハンベリ・ブラウンとハザードによってそれと分かった。続いてすぐにライルは、4個ばかりの小宇宙を電波源として見極めた。3、4年前までは、
当時発見されていた50個ほどの独立電波源の大部分について、その放出に重大な不確実さがあった。現在ではライルの努力により、電波源の数は約1800個に増加している。最初の間、これらの電波源は銀河系の中にあって、我々に極めて近い不明の天体ではないかと想像された。今では見捨てられた電波性という言葉が生まれたのである。電波源の方向に大体偏りがないことは、彼らは各方向に一様に存在する。銀河系内において遠くにある天体ではないことを示す。そうだとすれば、全天に一様に分布する代わりに銀河に沿って分布するであろう。全く局部的な電波性仮説に対し、思い切った反対仮説が、アンドロメダ星雲が電波源だと分かるより前に、ゴールドによって提出された。電波源の方向が一様であることは、電波源の大部分が極めて遠く、銀河系のずっと外部にあるとすれば、同じように説明できると彼は論じ、そうして独立電波源の大部分は銀河系以外の小宇宙に過ぎないのだ、との意見を参考用に提出した。現在得られた証拠の多勢はこの見解に有利である。歴史に寄り道をしたが、しばらくの間電波発信機としての普通の小宇宙に戻ることにしよう。現在では近くにある小宇宙のうちかなりの数が電波源と分かったばかりでなく、そのうちのいくつかにあっては放射される電波のエネルギーが正確に測定されており、それに関して奇妙なことが明らかになってきた。SB 型と SC 型の小宇宙に関する限り、放射される電波のエネルギーと可視光線のエネルギーとの間に簡単な比例が成り立つらしいのである。ある小宇宙が別な小宇宙に比べて A 倍の可視光線を発するとすれば、両者は波長を揃えて電波もまた A 倍だけ放射するのである。この関係は M32、M81、M51 によく当てはまる。恒星の二系。我々は先ほどちょっとほのめかした重大な新概念にたどり着いた。その骨格をなす考えは極めて簡単に表せる。楕円星雲と渦星雲の中心核とにある星は、球状星団の星のように、老齢の星だということである。これに対して非常に明るい生殖巨星や超新星は、超巨星は若い星なのである。若い星は渦星雲の分子の中にしか存在しない。この発見はバーデンによって行われたものであるが、重大な難点を解決してくれた。渦分子の中ではハッブルによってかなりの数の恒星が一つ一つに分解されていたのであるが、中心核にあってはアンドロメダ星雲のように比較的近い小宇宙にあっても、1944年までは個々の星を見分けることはできなかった。これは奇妙なことであった。とりわけ M31 なのでは中心核から多量の光が送られてきていたのである。1944年、赤色光に特別に敏感な新型の写真看板を用意して、バーデが M31 の中心核の個々の星を見分けることに成功したとき、中心核の星と渦分子の星との違いに謎があることが明瞭になった。この違いをはっきりさせるために、バーデは渦分子の星を星周1の星と呼び、中心核の星を星周2の星と呼ぶことにした。それぞれの楕円星雲、球状星団、それから渦星雲の中心核などは星周2の星で、どの渦星雲でも渦分子の星は星周1である。図16は球状星団の星に対してその進化経路を図解的に描いたものであるが、楕円星雲や渦星雲の中心核も大同小異の進化経路をたどるものと信じられる。遠距離にある M31 にあっては、バーデが中心核中に見分けることができたのは、図16の C 点付近にある巨星系列上位の星たちに過ぎなかったのである。中心核におけるこの状況に対し、かつてハッブルが M31 の渦分子中に見分けることができた星は、生殖巨星の領域にある主系列上位の星か、あるいは超巨星だった。彼らの明るさは素晴らしいもので、図16の C 点にある星よりもかなり明るい。M31 の中心核の星の進化経路については、まだ頭だけしか見つけられていないのに、どうしてこれらの星が球状星団の星と大同小異の進化経路をたどると言い切れるのか。不思議に思われるかもしれない。M31 の中心核の星が個々に見分けられたときに、ワーデはまた M31 に付属する球状星団の星もまたそれぞれ見分けたというのが、その答えの一部である。M31 の中心核の星と付属している球状星団の星との間に、重要な差は何ら見つからなかったのである。星周2の星が一様に分布していることに味方する第二の議論は、M31 の衛星体系である M32 及び、NGC205 という2個の楕円星雲から来る。この衛星体系における再帰星は M31 の核によって見分けられた星に比べて、明るさにおいても色においても変わりがなかったのであった。
同じことが3個の球状星団を付属させているロザ恒星系に対しても言える。ロザ恒星系において見分けられた恒星は、この3個の球状星団の星にウリム2つだったのである。この一致は前の場合より完全であった。なぜかというと、ロザ恒星系はアンドロメダ星雲よりもかなり我々に近く、したがって進行度のかすかな星まで見分けることができ、M31 の場合のように進化経路の頂上ばかりでなく、その他の星部分まで見定めることができたからである。大マジェラン雲には圧倒的に星種1の星が多いが、小マジェラン雲では星種1も2も双方を含む。小マジェラン雲には球状星団もある。したがって球状星団と小宇宙とにおける星種2の星が同一であるかどうか、それを調べるのに理想的な場所となる。実際にまた小マジェラン雲は我々に十分近いので、双方の進化経路が一致することを、進化経路と主系列との交点、すなわち図16の A 点あたりまで調べるのに都合が良い。我々の銀河系の中心核にある星を分析すれば、さらに広い範囲まで一致が調べられる。だがこれはいささか扱いにくい問題である。というのは銀河系の中心方向の観測は、当然ガス雲を通して行わなければならぬからである。しかしバーテのような熟練した観測者の意見によれば、そのような場合、実地上の困難を克服できる。現在の議論の結果は、星に2星種あるということ。渦星雲の渦分子には星種1の星があり、単円星雲、球状星団、渦星雲の中心核には星種2の星があるということである。ところで星種が2つに分かれるということの物理的基礎は何であろうか。最も目立つ点は星種2の星はどれも古いということである。前の章において銀河系に属する球状星団の年齢はおそらく40億年より若くて、40億年よりは古くて、80億年よりは若く、5、60億年というのが手頃な値だということを知った。その他の星種2の星も球状星団の星とよく似ていて、我々をして彼らは同程度の古さを持っているのだと確信させる。これに対して星種1の星は古い星ばかりではない。星種1の星の中には太陽のように年齢約40億年で、星種2の星とほとんど同じ古さの星から、年齢が数百万年を出ない主系列上位の星に至るまで、いろいろな年齢の星が入っている。星種1の中に古い星と若い星とが双方ある理由は明らかである。渦星雲の渦分子中にはガスと塵の雲があって、これから絶えず新しい星が作られている。渦分子の中に観測されるような極めて明るい星が最初生まれていたのは、これらの雲の中であった。これに対して楕円星雲、球状星雲、渦星雲の中心核の中には、ガスも塵もなく、したがってそこでは新しい星は生まれ出ないのである。渦星雲の中心核、楕円星雲、球状星団の中で、ガスの供給が完全に止まったのは、彼らの歴史も初期の頃であったに違いないと推論されるのは、興味もあり、また重要なことである。星種2の星を作るのにガスがもともとあったに違いないのだが、星種2の星ができてしまってからは、ガスはそう多量には残らなかったのである。このことは、それぞれの小宇宙の歴史の初期において、何か恒星を作るような性格を持った突発事件があったのではないかとの考えを抱かせる。小宇宙の歴史の最初の段階においては、すべての物質はガス状であったと思われる。しかしこれらのガスはそのまま恒星に凝縮しなかった。何か作用が起こって恒星は一時に作られたとき、一時に作られたようである。銀河系やアンドロメダ星雲のような小宇宙にあっては、この全体作用は中心核にある星を作り上げたばかりでなく、球状星団やさらに全体系を含む広大なハロの部分にある星まで作り上げたのであった。銀河系のハロの部分にある星は、やはり星種2の星である。再び元素の起源について。星種1と2の星の間にはその他にもまだ違いがあって、その違いは両者を区別するのによく使われる。星種1の星は星種2の星に比べて金属原子をはるかにたくさん含んでいるのである。この違いは最初にシュバルツシルトとシュピッツェによって発見されたが、この問題に関する観測上の研究はグリーンスティーンによって拡張された。彼は星に含まれる金属の量が20倍も違うことを発見している。太陽は星種1の星だが、質量の約4分の 1% は金属となっている。グリーンスティーンによると、星種2の星に含まれる金属の量は100分の 1% しかないようである。これを確かめるには、銀河系の中で我々に近い星を観測すればいい。銀河系のハロの部分の星は、銀河系の円盤部分を時折通り抜けるような軌道を描いて運動している。そのような星のいくつかが、現在太陽の近くにおいて銀河系の円盤部分に飛び込んでいるかもしれないと考えても良いであろう。
ハローから飛び込んできたこれらの訪問者は、彼らの持っている大速度から見分けられる。銀河系の中心核の周りを回る彼らの軌道は、太陽の軌道とも、あるいは銀河系の円盤部分に属する他の星の軌道とも全く似ていない。それでハローに属する星と太陽との速度の違いは一般に極めて大きい。このようにして区別された訪問者について調べると、上に述べたように金属を含む割合が少ないと分かったのである。祖先にこのような著しい違いがある理由は、第12章の議論に照らせば了解できる。我々は水素以外の元素が進化する星の内部において起こる原子核反応によって作られることを知っている。こうして作られた元素は爆発する星によって絶えず星間ガスの中に吹き飛ばされる。ところでこの元素製造作用、分布作用が十分進行しない前に誕生した星では、重元素が飛ぶ星に違いない。後になって誕生する星ほど重元素が多くなるはずである。こんなわけで星に含まれる重元素の量は、年齢の程度を示すものと解釈できる。古い星では重元素は極めて乏しく、一方若い星では比較的多い。といっても金属では 1% ぐらいの程度だが、恒星の中にある重元素の量については今述べた説明によると、極めて古い星から新しい星にかけて連続的な違いがあるということになる。重元素に乏しい星と豊富な星と二群あることには疑いはないはずである。これに関しては観測されている限りにおいては一致する。銀河系の円盤部分に元から住んでいる星の間には、星宿1に属する当たり前の星の他に、星宿1と2の中間系らしい星の一群がある。当たり前の星宿1の星は、しばしば渦分子族と呼ばれ、中間型の星は円盤族と言われることがある。後者の金属含有率は前者の 3分の1である。円盤族は単に金属含有率が低いだけではない。渦分子族に比べて顕著な特徴を持っている。彼らが二重星を作る割合は、渦分子族が二重星を作る割合よりかなり小さいのである。これは何年も前にホールトが指摘したことであった。ところで円盤族はどう取り扱ったらよいのだろうか。彼らを分類するときには星宿1とすべきだろうか。それとも2とすべきであろうか。これに関してはまだ一定した答えというものはない。円盤族の性質、年齢と組成の点からでは、星宿2と分類すべきように思われる。彼らは老齢の星である。太陽よりも年をとっている。これは金属含有率が少ないことからわかる。されながら彼らが銀河系の外側部分、すなわち円盤部分にいることは、星宿2の星が渦星雲の中心核、渦星雲のハロー、楕円星雲と球状星団に属し、星宿1の星が渦星雲の円盤に属するという単純な考えと相反する。この矛盾があるので、ある天文学者たちは、円盤族の星を中間型あるいは、盤星宿2、円盤星宿2と呼んでいる。だがこんな妥協に満足している人はいない。何かもっと強力な分類が欲しいものである。渦星雲の分子について。円盤族の中には赤色巨星もなければ超巨星もない。これらの極端に明るい星は、ガスや塵のあるところ、すなわち渦分子に限られている。実を言うと、生殖光に関する写真看板上に渦分子がはっきり姿を見せるのも、明るい生殖性が渦分子に限られているからである。赤色光に敏感な写真看板を使えば、渦光は大半消え去る。もし我々が極めて赤い星にだけしか感じない機会を持っていたとしたら、多分渦構造の存在を知らずに済んであろうと考えると奇妙である。こんなことがあるから現在制限されている波長を乗り越える観測方法を発展させることの重要さが痛感される。そのためには我々の地球を取り巻く大気の外に行くことが必要であろう。人工衛星に望遠鏡を載せることは天文学では望んでいることである。ところで小宇宙に外側外側円盤がついていると、S0 型の小宇宙は除く。なぜほとんど例外なしに渦構造が発達するのだろうか。渦分子をしてはっきり浮かび上がらせるのは明るい星の星で光であるけれども、渦構造は恒星に関係したことではない。ガスや塵があれば明るい星が必ずそこにある点から見て、問題はガスや塵がなぜ渦分子に集中するのか、それを説明するにある。渦分子の問題はガスと塵の問題であって、恒星の問題でないと認めることは極めて重要である。なぜかというと、そうすると重力以外の力、つまり圧力や磁力が働くのを許すからである。これは疑いもなく解決に一歩進めたものであるが、にもかかわらずガスや塵がなぜ渦分子に集中するようになるのか、納得のいく説明は与えられていない。それで論じ得るのはこんなことであろうかという見込みだけである。
コーヒー茶碗説がワイゼッカーによって提出されている。コーヒーをサジで激しくかき回し、それからサジを引き上げて、コーヒーを渦巻くままに残してみよう。最後にクリームを数滴中心近くに落とすと、渦成分の見本が出来上がる。茶碗の中に起こったのはそういうことである。茶碗はコーヒーの外側部分を引き戻して、中心部近くのコーヒーよりも、一周するのに時間が余計かかるようにする。クリームの滴が渦構造になるのは、外側部分のコーヒーがこの引き戻し作用に従うからである。ワイゼッカーの議論によると、小宇宙が誕生したときに、外側円盤を作るようになったガスは、一般に厳密な対象系にならない。例えば、自転によって外側部分が中心部分よりもゆっくりと自転しているとすれば、コーヒー茶碗効果が起こってガスは渦巻きそっくりの構造に引き伸ばされるであろう。この議論の良いテーマは渦構造を説明するのに実際に重要な理由が必要だということを否定したことにある。小宇宙の外側部分は内側部分よりもゆっくり自転する。一周するのに長く時間がかかるという最もらしい仮定、それから小宇宙が生まれたときには、外側円盤を作るようになったガスは厳密な対象系を持っていなかった。天空で作られる雲が厳密な対象系を示さない以上にという、さらに最もらしい仮定だけが観測されるような小宇宙の形を説明するのに十分だとみなされる。実際そうなるか疑いがないわけではない。コーヒー茶碗効果は一般的な渦を作る傾向は確かにある。そうしてある小宇宙においては一般的な渦らしいものしか発見されないのも事実である。しかし場合によっては M81 や51のように、渦構造はあまりにも見事で偶然とは言えないものもある。その上、ソンブレラ帽子のような小宇宙を見たとき、ちょうど M51 の渦分子がほとんど厳密な対象系を持って中心核から発達したように見えるごとく、外側円盤は中心核から発達するのだとの感じを抑えるのは困難である。何かもっと強力な制御力が介入していなければならぬように思われる。といって、これは小宇宙の自転が渦分子を巻くのに重要な役目を演じていないというのではない。ただ、凝縮するガスの塊が持つ偶然の形だけでは、渦分子の起源を説明するのに適当な基礎になりそうもないというのである。渦分子の起源を説明する試みは他にもあるが、成功していない。外側円盤を持つ小宇宙は一つ残らず渦分子が作られているように見える。例外なしと言える形態なので、決定的な操作が働いているに違いないと確言できそうである。といって、この操作がどのように働くかとなると、何の考えも提出されていない。それでコーヒー茶碗説は主作用ではないが、補助操作として認めてよいかもしれないと生ぬるい賛成を送りたくもなる。この問題に関して試みられた失敗を翻ってみて、我々は棒の正しい一端を掴んでいなかったのではあるまいか、新しい考えが必要なのではあるまいかと思う。現在の希望は宇宙の磁場に関する知識の集積が手元にない鍵の役をするのではないかということである。磁場が鍵の役目をすると思われるとの一点に向かって意見がどうも集中しているからである。さりながら磁場がどのようにして渦分子を作り出すかとなると、解決から遠い。私個人としては完全に内部起源とは言えない磁場を小宇宙は持っているのかもしれないと考えるようになっている。小宇宙間の空間を流れる電流が小宇宙同士を結びつけるのに役立っているのではないかということである。小宇宙が獅子座の小宇宙群において、一小宇宙が明らかに他の小宇宙の構造に影響している例を見る。確固たる基礎はないのであるが、この影響は重力によるものだと考えるのが普通である。しかし私は磁気作用の方がそれよりも正しいのではないかと思う。渦分子で2個の小宇宙がつながっている例も知られている。追記が観測した極端な例で、この場合には分子が橋のように2個の小宇宙間にまたがっている。もしも渦分子が小宇宙的規模の磁場を示すものならば、この橋は大宇宙における磁場の存在を示す証拠と考えるべきだと思われる。これら小宇宙間にまたがる橋は強力な電波を発信していると見られる節がある。これは分子と磁場との関連を示唆するものとなろう。